ヒカキン TV Everyday。 Don't matter YouTube。 どうもヒカキンです。今日はちょっとですね、パソコンで重たい作業してたら、パソコンのね、ブイーンって作動音がうるさいんで、リビングで撮ります。小学校5、6年の時に超ハマってて、お小遣いすべてそれにつぎ込んでいたあれを買ってきました。遊戯王カード、おもち2種類買ってまいりました。コナミ、まずこちら150円1パック5枚入り遊戯王ガゼ、遊戯王ゼアルオフィシャルカードゲーム、ロード・オブ・ザ・タキオン・ギャラクシー。なんじゃおりゃ。全80種類ウルトラレアカード5種類、スーパーレアカード9種類、レアカード18種類、ローマルカード48種類。で、もう一つ目、こちら。300円1パック7枚入り。遊戯王ゼアルオフィシャルカードゲーム、ゴールドシリーズ2013。全20種類、20種類すべてのカードにノーマル仕様、ゴールドレア仕様、ゴールドシークレットレア仕様が存在します。まあおそらくこっちの150円の方は普通の遊戯王のね、通常のパックで、こっちはなんかちょっと特別系なやつっぽいですよね。僕が小学生の時も150円5枚入りだったんで、これなんか特別な当たりが入ってるようなやつなのかわかんないですけど、買ってきました。ふふふ、そうきたか。俺のターン。キラーン。てな感じで小学校の時ほんとハマりましたね。マニアックな話になりますけど、僕はですね、人造人間サイコショッカーが大好きでした。シークレット2枚とウルトラレア1枚持って3枚持ってたからね、確かね。あとね、サイバティックワイバーンとデーモンの召喚も好きでした。ミラーフォースとかもね、あの元祖の右下のあの輝いてる四角がないやつで傷なしで持ってたんだよね。というか実家にあります。何よりこの袋を開けるその瞬間が楽しいよね。ちっちゃい頃コンビニでね、この裏側のこのここをこうやってめくったりして、この部分とか見て当たりをね探したよね。それではまずこっちの150円の方から開けたいと思います。ワクロくん、ワクロくん、ストン、ストン、先に皆さんに見てもらいます。いきます。だいたい一番後ろに入ってますよね、当たりは。いきますよ。どうすか、どうすか、これ入ってますか。見えてないよ、見えてないからね。いきます、じゃあ見ます。うん、おおお、なんかちょっぴり当たった、ちょっぴり当たった。ん、空遠征最長、なんやこれ。青函流パーセク、なんやこれ。魔導書の審判、魔法カード。マドルチェ、ホットケーキ、ホットケーキ乗っとるし。そしてこれ、普通のレアカードって言うんだっけな、これ確か。感炎性交換症、星の位置が左にずれてるし、黒いカードなんてあんのか、今は。昔はなかったよ。この黒いカードって何なんですかね。あと今時の遊戯王カード知らないから質問なんですが、この150円のパック5枚入りで、このレアの銀の字のやつって絶対に出るんですか。これ絶対に出るんだったら喜んだのアホですけど。コメントでぜひ詳しい方教えてください。それにしてもね、裏面がずっとね一緒でいいね。これ十何年一緒ってことだよね、すごいね。こう変えちゃダメだね。はい、じゃあ次こちらいきます。ストン、いきます。どうですか、当たってますか、当たってますか。見ます。これすごいやつじゃないの、これ。これ絶対入ってんのかな、これ。なんか2個も当たってるよ、これ。わ嬉しい。これ絶対2枚入ってるんだな、さては。なんかそういう予感がする。ナチュラルビースト、ガチガチガンテツ、また黒いね、これもね。レベル制限 B 地区、神の警告、なんか昔からありそうな感じだな。森の番人グリーンバブーン。はい、そしてこれ当たりの1枚目、クズ鉄のカカシ。なんかね、この枠が金なんですよ。枠がゴールデンなの、ほら、わかります。で、字がなんかこのなんかちょっとだけなんかレインボーっぽくて、これ何レアって言うんだ。光り方はウルトラレアだよね、これ。今って枠が金なのかな。で、もう1枚、これも一緒、
魔境同士リフレクトバウンダー、字がやっぱりちょっとなんかシークレットっぽい光り方だけど、絵のところは、やっぱりウルトラレアっぽいのかな。これなんとなく僕のフィーリングではこれは確実に絶対2枚当たりが入ってるパックなんだよね。どうせ300円だからね。だって確かに300円で7枚ってなんか2枚余計だもんね。5枚じゃなくてね。これ絶対そういうことだな。喜んじゃったけど、これどうせレアじゃないですよね。遊戯王詳しい方コメントください。いや、小学校の頃この開ける時のね、あの喜びはね、今じゃもうねないくらいの喜びだったんですね。でも今開けてこう自分で見るまでのその間にね、やっぱちょっとね楽しさがあるんだよね。あの頃のあの喜び忘れたくないね。とりあえず今度は150円のパックで絶対1枚当てたい。これじゃ当たりって言わないからね。ちょっと新たに最近のカードだけ買ってこうデッキを作ってあの勝負したいですね。実家にいて昔のカード全部持ってこようかな、東京までね。ワクワクさせていただきました。今日は食べ物でもないし、なんかクオリティでもないんで特に点数はありません。ワクワクできて楽しかったです。また買います。バイ。たらく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  YouTube YouTube 夢をつかめ YouTube。 僕の新しい YouTube チャンネルヒカキンブログがオープンしました。パソコンの方はこちらをクリック、スマホの方は動画説明文にリンクありますので、ぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いします。本当の場合。